清水文香ご存知ですか？はいはい、清水文香の出家騒動ってあったじゃないですか。 ありました。あれって僕と結婚させるっていう目的で引き抜いたんですよ。当時東京グールとか暗黒女子とか、まあ、6年前ぐらいですかね、やってる時に清水さんもともと信者さんだったんですよ。親御さんが信者さんで、まあそうだよね、はい、それで当時は千言よし子、千言よし子っていう名前になって、そう、あれは流行的にはこれバズるネタやろって思って、清水文香引き抜いてきて長男のひろしと結婚させたらこれめっちゃバズるだろうって思って、これ間違いないって思ってやって引き抜いてきたんですけど、それ僕に相談なくやったんですよね。ひろし、あの文香ちゃんと結婚しな、もう決めたから、いや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 みたいな、戦国大名の政略結婚じゃないんだから、僕それ断ったんです。嫌ですと。文香嫌だった。嫌ですと。僕バツイチなので。バツイチなの？バツイチです、バツイチです。もう文香とその結婚を迫られる前に、前に1回結婚離婚で子供も1人。超面白いねそうなんですよ。いいじゃん。だって清水文香ダメなの？嫌なの？いやちょっと2回目はちょっとなんかね、罰になるのはきついなっていうのと、もう罰に前提やんいやあと結構そのまあお酒を飲んで暴れちゃうみたいなところがあって、夜になると酔っ払って暴れてキーってなってテレビをぶっ壊して、幸福の科学の総務部の職員さんがもうしくしく泣いてて、テレビ高いからテレビだけやめてほしいんだよ、あれ25万円だからね、他のはいいよ、他の食器とかはいいけどテレビだけやめてほしいんだみたいな感じで総務部の職員が泣いててみたいなっていう話を聞いてたんで、ちょっと無理だなって思って。ああ、そういう人。そうだからちょっとごめんなさい、2回目だしちょっと無理です。断ったら劉邦激怒しちゃって、ふざけんな広瀬、こんなバズれたら逃すのかと、お前は何も分かってないって言って、もそっから仕事干されてっていう、まあ、そっから独立に至るんですけども。清水文香きっかけなんだ。あれは結構でかかったですね。もう清水文香はどうなるんですか？実は清水文香も今粛清されたんですよね。え？あの芸能部門のリーダーみたいな感じになってたんですけど。え、マジで？最近粛清されてなんか干されてるみたいなんですよね。なんで粛清されたの？そもそも僕と結婚させるために連れてきたみたいなところがあったんで、僕がもう教団の外に出ちゃったり、 あんまり使い道がないんですよね、正直。ああ、なるほど。で、まあ、テレビ壊しちゃったりとかするんで、もそもそも扱いづらいんでそう、テレビ壊しちゃうから、だからちょっともう抱えきれなくなっちゃったのかなっていう。ああ、なるほどね。テレビはどこで壊すわけ？はい、なんかその宿舎みたいのがあるの？まあ職員寮みたいな、まあ、あって、基本的に清水さんが住んでたマンションとかって職員宿舎みたいな扱い、清水美香って職員の立場を持ってるんで、なんで全部経費なんですよ。経費で買ってるテレビを壊すから、職員さんが本当にやめてって。なかなか面白いねツイッターで大津さんが見下されてましたよ、はい、逮捕者って。でもなんか何言われなきゃいけないんだ。立花さんが山中っていうバトってる中で一緒にやられたんだ。それはでもそんなに多分 そういう意味じゃないです。ただ単純に立花さんに喧嘩売られて、まあ、言い返したみたいな。大津さんは本当すごいですね、見てて。武士の娘みたいな、そんな感じですねそう、舐められたら許さんぞみたいな、なんかそういう気迫っていうか。でもあの人も選挙目黒区してんでしょ？目黒区今、はい、出てますね。神奈川県知事選で15万票取ってるんですよね。何も やんなくて15万票取った。はい、15万票取ってるんですよ。だから目黒区はやばいです、やばいです、やばいです。え、15万票ってさ、15万票っす。何位？3位でしたね。あの4人出て3位でした。しかも神奈川県のそれは全く活動しなかったんで、立花さんとバチモメしてる時期だったんで、それ15万票、ね、取ってるんで、相当人気あるんで、目黒区議選は間違いないだろうなって思います。本当だ。そう。いや、大津さんは本当に有望ですよ、本当に。僕、15万票。本当にすごいですよ、人気が。めっちゃおもろいね。立花さんの仮説、はい、めっちゃ当たってるね。まあ、立花さんが僕は大津さんを党首に示したの、その判断僕めっちゃ正しいと思ってて。あの、最初立花さんからそれ聞いた時に、あ、これは適任だなって思って、めっちゃいいと思いますって言ったんですけど、まさかそのそこに首を取られてしまうとはという話で。確かに。立花さんが、まあ、大津さんと関わった人は粛清しますみたいなことを、まあ、言ってるんで、いけないんですよ、逆に。けどさ、まさにさ、情弱相手のさ、うん、若い女の子握手したらそれだけで票入れるんですよ、まあ、あれはすごいですよね。あれは僕正しいと思います。すげえ、そういうやつが20%ぐらいいるんですよとか、うん、それだけで区議選とかだったら通るんですよとかつって、うんうんうん、やばいなこの人と思いましたよ。確かにあの発想は本当に定性的だと僕も思います。15万票も取った。15万票取ってますね。やば。いやいや、すごいですよ、本当に。本当にすごいと思います。やば、面白い。じゃあ区議選は通るな。いや、絶対いけると思います。だって目黒区議選当落ラインってどれぐらいだっけ？300と同じぐらいだった気がするんで、まあ1000どんぐらいだろう、まあ数百。だってさ、280万票のうちの15万票取ってますよ、はい、5%。 5% か。ほぼ活路なしですからね。目黒区議選ってどれぐらいなんだろう。順当に行けば、まあ行けますね。1760票。うん。しかも今回結構今も活動めっちゃやってるんで、多分もうちょい伸びると思いますね。まあ、2000票ぐらいいくんじゃないですかね、わかんないですけど。違う、全然違う。4400票。圧勝。圧勝ですね。確かに。圧勝だな。圧勝。
4400票あでもトップ当選全然普通にあると思うんですごいな大津さんはマジで本当に町林さんプロレスやってんじゃないいやガチですガチですあそうあれガチですあれガチなんだガチですあ本当にめっちゃ焦ってますね、まあ、素晴らしいね今日はあの全て聞けましたねいやどうせ1万3000ぐらいまで行きましたから